とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ、今日もゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、大妖精の装備、3つあるんだけども、すべての隠し刻印を見ていこうと思う。どんなのがあるんだろうね。では、早速、行きましょう。それではまずこの装備から見ていきましょう。まばゆい腕輪。一つ目がルミーが出やすくなる。二つ目、近くの宝箱を感知可能になる。このルミーが出やすくなるっていうのが、確かこの装備のみなのよ。つくのが。なので、すごくユニークなスキルとなってます。どれぐらい出てくるかっていうのは、わからないけどね。続いての装備はこちら、きらびやかな腕輪。一つ目が宝石が 10% で追加ドロップ。二つ目、状態異常の敵へのダメージ 17% アップ。この装備もまたユニークなやつだね。宝石が 10% で追加ドロップ、確かこの装備にしかついてないと思うよ。それでは最後の装備だね。豪華絢爛な腕輪。一つ目、強攻撃のダメージ 8% アップ。二つ目、注目中敵へのダメージ 11% アップ。この注目中の敵へのダメージ 11% アップ、これはむちゃくちゃ強い。他の武器にもついてるやつがあるけども、このスキルは間違いない。で、強攻撃のダメージ 8% アップ、他の2つがなんかユニークなやつがついてたから、一番強いこのね、豪華絢爛な腕輪もつくのかなと思いきや、意外と普通なやつが最後ついちゃったね。はい、ということで今日は大妖精の装備3つあるけども、全ての隠し刻印を見ていきました。大妖精はほんとユニークな装備が多い。まあどれを使っても使い道がそれぞれあるやつなので選びがいがあるね。はい、ではね、他のキャラクターの隠し刻印、これやってますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。